皆さんこんにちは。辛坊治郎です。こんにちは。ABC アナウンサーの福藤彩です。辛坊治郎の万博ラジオ。この番組は万博をこよなく愛する辛坊治郎が2025年の大阪関西万博についてさまざまなゲストとともに詳しく熱く掘り下げる万博ポータル番組です。最新情報はもちろん今後の課題やワクワクする情報まで毎週ぜぜひひでお送りします。 おはよう朝日ですに福田愛さんはご出演中ですから、はい、テレビをご覧になっている方はどんな方か分かると思いますがすげえ高いよねそうですね高い方です168センチぐらいあります168センチいや日本の女性で168センチはかなり高いと思いますよ母親も同じぐらいの高さであそうなんですかです、ね、お母様の世代で168センチはかなり大きいですね,ですねえー、もうほぼほぼモデルというかもうちょっとでモデルというかいやいや <laughs> センチららいいどううせなな欲しいなとそですか頑張ってるところです。ですまあ、ま,あまあそのぐらいでいいんじゃないかと思いますけど <laughs> 何がそのぐらいでってそのぐらいって何だって話なんですがいやあのですね、はいえー、なんでそんなことを言い始めたかというと福戸彩さんという方がどういうプロフィールの方なのかというのをイメージしていただいた上で、えー、私がこれから質問をぶつけてみようとこういうことになっているわけでございまして「福戸さん、はい、夏ですね!」。夏でですす、ね、サーフィンやってるらしいいじゃないですかやってます どんな感じですか、どこでやってんですか、どのぐらいのペースでやってんですか、すね、どのぐらいの腕前なんですか。 あの腕前はまずあの全然です。初心者なんです。本当に去年初めてやったところで。まだそんなに全然。なんでサーフィンにはまったんですか。もともと海が大好きだったんです。もともと海が好き。ていうか、あ、そこだけは私と共通するかもしれないですね。そこだけって言わないでもらって。いやいや、あの、いや、その、いや、全部、いいんですよ。私は別にあの堂々と言ってもいいんですけど。なんか言うと失礼かなと思って。遠慮してるだけの話で。はい、それで。 なんかもう先輩がやって西脇でしょ西脇,、ね、西脇って兵庫県でも内陸の方だから海ないですよね山の場所なんですけどす、ねええ、だからこそその大学時代にその湘南という神奈川県の湘南というエリアで生活を送ってなんだって慶慶応応そのあそうです湘南のにあるキャンパスに湘通っておりましてだからもう海が本当に すぐ近くにあった環境だったので,そ,で、ねえー、そこからも海にもかれてでも湘南でサーフィンできる湘南でサーフィンしてる方いっぱいいらっしゃいますよそんな波立つ立ちますあのー、七里ヶ浜とかの方に行くとサーファーの方毎回 いやサーフィンってさ私もちょっとやったことあるんですけどサーフボードに乗っかって沖にこいでいかなきゃいけないじゃないですかまずそれで漕いで沖に行くだけで腕がパンパンで疲れてですねであの沖から波が来るのをこう待っててで波が来たらその。 波のスピードにシンクロさせるためにまたこれ一生懸命手でこがなきゃいけないじゃないですかそ,ですそれで波のスピードとボードのスピードがある程度シンクロすると波に乗り始めるのでそこから立ちますよねそうですなんかなんかさ <laughs> なんかあのずっと沖合で浮いてるサーファーいるじゃん。いますね波が来るの待ってらっしゃる。か日浮いて俺沖っていうか陸から見ててあサーフィンやってるわと思ってところがサーファーの皆さんがですねなんかしんないけどたくさんいっぱいいるんだけど <laughs> その人たちがみんなサーフボードの上でなななかなか乗らないみんな同じ方向を見ますよね <laughs> 当然あの後ろを見て後ろから波が来るのを見て前に行きますからす、ねうん、え全員このボードは。 たあの、なんていうのかな、海岸線に向かって直角に。向けて、で,ね、で、海岸線を見る、海岸線の方から見るとですね。向こうの方にたくさんこっち向いてるやつが浮かんでるわけですよ。<laughs> そう、想像するす。それがまたずっと浮かんでて。<laughs> あれを見た時にね。有明海の六つごろみたいだな。<laughs> <laughs> でも、その時間も楽しいんですよ、ね。その時間も楽しいですか。プカプカと浮いてて、ええ、なんか気持ちいい。んですよそれとね、分かんないのが、あの波が来ますよね。はい、で、大きな波が来るじゃないですか。きす大きな波が来ると、当然、そこにプカプカ浮いてる人は全員あれに乗りたいと思うでしょう。しその優先権はどうなんの。まあ、多分、一番最初に乗った人が優先されるっていう、まあ、ルールがあるんですけど。ええ、まあ。 乗りたい波はだいたい同じなのである程度感覚が空いてればみんなで同じ波に乗ることもありますねそこはもう暗黙の了解であうんの呼吸でって感じですかそうです、ね、まあ基ダメだ俺そういうの空気読めないから <laughs> 向いてないわそれでも人があんまりいないエリアでやれば問題ないと思います安全にね夏ですけどもまたぜひ連れてってくださいいやだから私はサーフィンやらないってえ <laughs> でもヨットの <laughs> あヨットですかヨットならいつでもどうぞはい、てなことでございます <laughs> 番組では皆様からの質問や感想をお待ちしていますメールはエキスポ a t m a r k a b c 1 0 0 8 c o m 小文字で expoatmarkabc1008.com です番組公式ツイッターは辛坊治郎の万博ラジオで検索してくださいハッシュタグは万博ラジオです皆さんどんどんつぶやいてくださいこの後は万博ニュースヘッドラインです 大阪関関西万万博博ニニュューーススヘッドライン先月の主な万博関連ニュースです大阪府の吉村博文知事は内閣府で岡田直樹万博担当大臣らと会い全国に万博の効果を広げていく後押しをお願いしたいとして万博開催までの機運醸成イベントなどに国の財政支援を求めました。 大阪観光局は大阪府などと協力し国内外の観光客向けに防災情報や観光情報を5つの言語で発信するスマートフォンアプリの配信を始めました新たに開発されたアプリディスカバー大阪は近くの避難所の位置などが分かる防災情報に加えホテルや観光施設などの検索予約から決済までがまとめてできるようになっていて 万博開催までに飲食店などで顔認証による支払いも可能にしたいとしています日本政府が出展する万博パビリオン日本館の建設工事の入札が不成立になったことが分かりました国土交通省近畿地方整備局によりますと日本館は今年1月から建設工事の公募を始めましたが期限の5月11日までに入札に参加した事業者はあったものの 予定価格を上回ったため不成立になったということです発注額は50億円以上の規模で随意契約に切り替えて今月中にも事業者を選定する方針です QB b チーズなどで知られる六甲バターは万博出展にあたりレストランシェフ戸場修作さんと今年4月から結んでいたチーフフードデザインオフィサーの契約を解除したと発表しました 女優の広末涼子さんとの不倫関係を認めたことが解除理由だということです。このこのニュースでどう解説しろってんだよ。志尾 <laughs> さんお願いします。え、広末さんって知ってます？もちろん。もう本当に両親の世代のアイドルというか。は？え、<laughs> なんつった今。<laughs> 両親の世代って代もうちょっと若いあっ<ー>日本国民全男性のそうか福藤さんの世代だとそんなイメージか両親の世代のアイドルって言われちゃう <laughs> なんか広末さんもかわいそうだなと思わんでもないな <laughs> そんなに、ね、え両親ご両親って福藤さんとお父様お母様おいくつぐらいですかい<や>大体50 代です。五十代、はい、あ,あそれはちょっと可哀想だわ。ちょっとそうですね。もっと下です、ね、一回りぐらい多分若いと思いますけどね。ねもっと広い世代ですね。そんな解説いらないでしょう。<laughs> その一つ前のニュースです。あの万博パビリオンの日本館っていうとまあ万博の中の中核施設ですが、もう作らないとほら、だってもうあと二年切ってるわけでしょ。それが不成立ということですけど。だね、<laughs> この間からあのいろんなパビリオンの建設がやっぱり建設費が高騰で。はい 大体いいこのぐらいの値段でやってくんねえかなって話になったら「いやそんな値段じゃできねえよ」みたいな、うん、簡単に言うとそういう構図で不成立になっていたんだけれどもまあ次々今落札がされてね建設始まりますよっていうのはもうニュースになってますがその中核施設の日本間の入札が不調になっちゃったと。だけどねこのニュースっていろんな見方ができるんですよ。はい、というのは、うん、日本の公共工事ってやつは誰も大きな声では言わないんです小さな声でしか言わないんだけど。 時々談合ってやつで摘発されたりしますけども日本中の公共工事に関して言うと業界内の同意としてはたまに談合で捕まるけれどもそんなまともに競争入札なんかに応じてたらまあ一部の業者に仕事が偏ったりなんかするとで仕事がない企業は潰れざるを得ないんでそんなことできないのでなんかやっぱり内輪で。 あの仕事を回していくためには談合は当たり前だろうっていう建設風土が昔から日本にはあって談合が成立するためには最低条件として何が必要かというと行政が設定している予定入札価格がいくらかっていうのが漏れてこないと談合のしようがないわけですよ。例えば行政がこの工事に関して言うと だいいた上限と下限と両方をこう基準つけるつまり1円とかで入札されて下限がない場合は別に安ければ安いところに仕事を任すんだけどだけど1円で入札されてまあ確かにそこに仕事は行くんだけどそんなことすりゃちゃんとしたものができるかどうかわからないのであのいくら以上いくら以下って決めてる建設工事もたくさんあるわけですね<ー>。まあ例えばある工事ででで億億円円以上上の値段で60億円までが上限だと 仮にそういうふうに行政が決めてるということがバレたら業界内でどうやって談合するかというとそれは高い方が業者は儲かるわけですけどす、ね、60億でもこれを超えちゃうと、うん、あの談合で落札できないので行政が決めてる上限が60億円だとすると59億9,999万99 9,999 99円とかで <laughs> そうすると落札できて。 ででなるわけですよ<う>で業界にとっても上限設定している価格が分かればみんなで話し合って今度の仕事は A 社で次の仕事は B 社でその次の仕事は C 社ねって言ってそれぞれの行政が決めているその上限の価格の一番上のギリギリのところで超えちゃうと落札できないからというふうにして仕事を回していく日本に風土があって。 たまに捕まると運が悪いねって話なんだけど <laughs> 基本はそういうのをやってないと業界全体が立ち行かないっていうのがよく言われていたんだけれども今回、えー、予定していた入札価格だから全くだ誰も応募しなかったわけじゃなくてうちやりますっていう業者はあったんだけどそのうちやりますって言ったところが提示したお金が行政が。 あの発注しようと思っていた上限を超えてたね、うん、超えてたんで落札できませんでしたっていうそういうニュースなんですよ<ー>つまり何が言いたいかというと公正に競争が行われているとつまりあの予定価格みたいなものが漏れてないと、うん、しっかりあの競争入札が行われてるんだなっていう見方が一つできる。<う>だけども、うん、今後何が起きるかというとでもその予定してた値段の中で。 工事やってくれるっていうところが医者もないっていうことはそうするともう今後もう一回入札してもそうするとまたあの不調になっちゃうと間に合わなくなっちゃうんでもうやってくれるというところにその値段で発注しますってこれ随意契約って言うんだけど、うん、そうするとまあ,あのまあ予定していたあの上限価格を超えてという話になるので、まあ、いくらになるかちょっとまだ発表されてないんでわからないんですけども。 うんどのくらいで、まあ、ちょっと今、いろんなものが高騰している中、えー、万博のパビリオンがちゃんと時間内に立つのか、予定の金額で立つのかというところがね、目下最大の焦点になっております、うん、この後は大阪・関西万博の開催に向け、食の都、大阪を世界発信すべく奔走中、お好み焼きのちぼホールディングス代表取締役社長、中井幹事さんにお話を伺います。 ここからは大阪関西万博に関わる様々なゲストを迎え2週にわたってじっくりとお話を伺っていきます今回は大阪関西万博の開催に向け食の都大阪を世界発信すべく奔走中お好み焼きの地方ホールディングス代表取締役社長中井幹事さんにお越しいただきましたよろしくお願いいたします よよろろしくお願いしししくくおお願願いいいままますすすありがとうございます万博でお好み焼きの出店計画みたいなやつがあるんですか具体的にそうですね実は私が今所属してます大阪の外食産業協会ではい、はい、それであのその協会としてパビリオンを実は出店するということになりましてです、ね、外食産業協会でパビリオンができるわけです。 まあ、あの食のパビリオンということで、ええ、まあ、あの会員企業だとか、まあ、その他の日本全国の食を集めた。そんなパビリオンを作りたいということで。はい、はい。で、その中に、お好み焼き。そうですね。はい、まあ、あの、地方も、私、今、会長してますので、ええ、あの、できれば、出したいなと思いますけれども。ええええ、はい。まあ、そうか。会長してるから、逆に、あの。 あんまり強引なことはやりづらいしそうそうそう<し><や>そですね。ねそこねおお。おっしゃる通りおっしゃる通りです。ね。もう重鎮の皆さんもたくさんいらっしゃいますんで、私みたいな若造が会長だからって。若造なんですか？若造ですね。あの今四十七歳。四十七。はい、まあ四十七が若造かどうかに関しては <laughs> あのきっと。<laughs> い,いろんな意見があるだろうと思います。<laughs> ま飲食の経営者はみんなもう60代70代<あ>みんな元気なんですよまだ。からもらかああそうですか、はい。なんでですかね。やっぱりいいもん食ってるからですかね。<laughs> いやもう足腰鍛えられてるんじゃないですかね。家事仕事っていうのもあるんですかね。うちの父も78ですけどもめちゃくちゃ元気なんで <laughs> <laughs>。そうですか。はい。あのちぼうっていう会社は、えー、中井さんで社、うん、中井社長で何代目なの。2> 私2代目。 お父様が作られんですかお父様はどういういきさつでど,どういうところからうちはもともと中卒ででっちぼう校に出て、はい、その後あのレストランで働いて、ええ、で本当は洋食屋さんをやりたかったそうですけども、はい、もうひょんなことからお好み焼き屋さんをやることになってお好み焼き屋っていうのがお好み焼きっていうのが今洋食なのか 何なんですかねこれ食でいうと<あ>なな何食なんですかねあの、まあ、ソースマヨネーズをかけますこれは、まあ、洋食洋風ですねでもその上に青のり鰹節をかけるんですよね <laughs> そうですよねこれは和食なんですよね、はい、ですから、えー、あの和洋折衷された日本食ですね私よりね私の世代はもうないんですけど私より上の世代だと、はい、あの原点で一銭洋食っていうのを知ってる人たちが一銭洋食ま、ね、そも,そも一らという 1>, お金の一1円の100分の1ですからね1銭 <laughs> が通貨としてまだあの意味があった時代ですよ。今もなかなか1円でもあんまり意味がないですけども昔はその1銭でお好み焼きの原型みたいなやつが食べられた時代があったんですよね、えー、でもこれはまあ中居さんの世代だともう分かんないですかね。まああのその 聞こえあの何ですか話としては聞いてますけども、えー、まあ一0四殖がそのお好み焼きの原型じゃないかみたいなまあ今でも京都にもありますよね一0四0屋さんがそうなんですか今では一0では売ってないと思いますよそうですね一円,円でもみたいないや1円で1,000は無理だと思うよそれ10円でも無理だと思うよとらいそらそうですかはいでえっ地方のお好み焼きってなんか他のお好み焼きと違うなんかあるんですかまああのやっぱり父は あの他のお好み焼き屋さんとは違うお好み焼きをしたいということでやっぱ食材にこだわったりだとかあるいはその内装だとかそういったところにこだわってちょっとやっぱりなんかおしゃれしていくようなそんなあの鉄板焼き業態のプレジデントチボってあるんですけどそういったのも作ったりだとか。お客さんは あのどうなんですかコロナでまだまず大変だったじゃないですか、でその後戻ってきました、ね、どんな感じですか今、今去年の10月ぐらいからあの海外の方の,その水際対策が緩和されてから、一気に外国人の方が来られて、それと合わせて日本の観光客の方も一気に動き出して、規模って今、何店舗あるんですか、今で69店舗ですね。いそそそれれは全部大阪じゃなででしょいあのもうそれこそ北海道から九州まであの点々と 海外ももあああるるんんでですすすかか海海海外外外店舗ありますけど,海外どこにはベトナム、台湾、もともとハワイにもあっあるんですけれども、ええ、今でもありますが、ええで、中国だとか、あとフィリピン等ですね、コロナでちょっと数店舗、やっぱクローズしてしまったんですけれども、どうなんですか、その海外でお好み焼きっていうのはあの受け入れられるものなんですか <laughs> 意外とあの、まあ、今、インバウンドということで海外の方来られてますけれども、店にもよりますが、道頓堀のお店は8割ぐらいが海外のお客様、もっとかもしれないですね、はい、<え> <laughs> 8割、9割が海外のお客様。道頓堀地方のお客さんの8割、外国人、せっ <laughs>、はい、接客ちゃんとうまいこと言っていけてるわけですか、うん、いやもう僕はもうこ、もう英語とか調べらんでいいからもうコテ、小手と小手の大阪弁で行けというふうに言ってますけれども。 まあ、<に>そうですね、来てるお客さんも別にそこで外国語来たいとは思ってないでしょうね、うんうん、きっとね、大阪っぽい美味しいものが食べられたら、円やぐらいな感覚で来てらっしゃると思いますが、どうなんですか、その外国から来た人は、チ父でお好み焼き食べて、まあ、味であるとか、値段であるとか、どんな反応なんですか。うん 意外とあのソースの味が受けるのか、ええ、海外の方、皆さん喜ばれてますね。ええ、で、やっぱ大,大阪行こうな、このもんっていうのがなんか。まあ、観光物価とか、いろんなところに出てるのか、わからないですけども。やっぱりたこ焼き、お好み焼きとか、串カツっていうのは、やっぱり人気ですよね。ああ<ー>。うん、それ目指して、海外から大阪にいらっしゃるわけですね。で、値段的にはどんな感じなんですか。 値段はでもあの、そんなあの法外な値段はもちろん取ってませんし、お店によっては違いますけども、ええ、海外の方だから高くするなんていうことはもちろんできませんが、ただやっぱり、直近こう、原価がものすごく高騰してますんで、な、ええ、なかなか厳しいですよねどうなんですか、その原価の状況っちゅうのは今ぶっちゃけた話、もう、むちゃくちゃ上がってます。 もう我々の今はとりやすく、まあ例えず小麦なんていうのは思いっきり上がってますしはい、はいええ、思いっきりってどんな感覚ですかそ,そうですね例えばですけどこの10年20年ぐらいでいっても、はい、多分1.4倍1.5倍ぐらいになってるんじゃないかなああ<ー>まずじゃ小麦小麦はま,あまさにお好み焼きの何、うん、ていうか,いうか根幹みたいなところですよね,すねあとはあとは野菜もお肉も軒並み全部上がってますね それは価格に反映できてるんですか。あのやっぱりうんつかなんて言いますか直接上げてしまうとやっぱお客さんは分かってしまいますし、ええ、やっぱりもう直実にお客様数は減ってしまうんですね飲食店ってやっぱりそうですか。ええ。ただやっぱりそうは言ってもあのまあ我々は値上げっていうのを社内では言うなと言ってまして、はあ、あのあくまで価格調整だと。 値上げっていうことはもう使わないでいこうと、価格調整、正当な価格あのに調整をしていくということで原価がそれだけ上がってきたら、まさに価格は調整しないと、それは持続可能ではなくなりますもんねただ、全部のメニューをすべて上げていくんではなくて、えーまあ、例えば一部のメニューは、例えば値下げをする、逆に値下げをするだとかですね、はいはい、要は適正な価格にしていくんだということで、今やってますんで。えーはい どうなんですか適正な価格で商売できてる感じですかうんまだまだもちろんあの、ね、本音はあの価格調整もっとしたいんですけどやっぱそれをしてしまうとお客様もやっぱりあの逃げてしまいますのである程度のところで抑えながら、まあ、その他の努力をしながらコスト削減していくということでやってますね社長と万博との関わりっていうとその年代だと大阪万博は記憶にない感じですか僕は生まれてません。あの な戦後70年な、はい70年万博ですね年、はい、生まれてないんですけど、はあ、あの私の兄は行ったとっいうふうに聞いてますけれどもああ<ー>、はい、そうですかえー、はい。 お父様から聞くことあります父からもあのそうですね当然地元大阪ですから、ええ、あの何回も行ったということで聞いてますけども,、ええ、もうむちゃくちゃ並んでたんですよねいや <laughs> むちゃくちゃ並びましたよ私なんかね <laughs> もうなんかね当時並んでてもうん3時間ぐらい平気で並んでましたけどね<ー>ソ連艦とかねアメリカ艦とかでもそ3時間並びませんか今それで各艦に並ぶってことですよねそうだよ じゃあ2つ行こうと思ったら6時間ぐらいそりゃそ,そうだそもそも車で行ってる人は車がもう混んでて近寄,れな,近寄れないっていうああでもね1970年に車持ってる人はかなりの上流階級ですねそうなです多分なるほど多分車なかったです下手したカラーテレビもあるかないかってそんな感じですね、うん 冷蔵庫はさすがにあったかな <laughs> 冷蔵庫はさすがにありましたけどねそんな時代ですよ。どうでもいいですけど「脂肪」って聞いて私ふっと浮かんだのがなんかあの UFO が空飛んでるような<あ> <laughs> そうですねえ <laughs> え,えなんかテレビ CM なかったですか <laughs> えあの昔の方は皆さんご存知ですけど昔ま今も最近しやってるんですけど、はい、イメージなかったですそんな <laughs>、ね、そんな CM だったんですか,か、ね、私テレビでなんかチボって聞くとですね。<laughs> UFO 飛んでるよう映画<ー>柄が頭に浮かぶんですけどあれは一体何だったんですかね <laughs> 深夜のテレビ深夜番組とかあと映画館でずっと CM 流してましたが宇宙船が飛んできてどっか行っちゃうっていうただそれだけの映像で「君は出会うかチボーって言ってですね <laughs> もうお好み焼き屋さんの CM とは全く思えないようないやそうなんですよ <laughs> お好み焼き出てこないんですか宇宙船だから丸い UFO がいやあの一度はですね、ええ、宇宙船の形は丸じゃないんですかててこのええー、えーえー <laughs> の形をしてじゃあ宇宙船は丸いというのは逆に言うと私の既成概念がそう思わせてるんですね。って子の形をした宇宙船がこう飛んでくるってどっか行くっていうへ<ー>そういう CM なんですけどいやでもね地方の CM だとははっきりわかるんですよ。というのが CM だとはっきりかるんですよ。 ちぼーって言ってますよね <laughs> 最後ちぼーって言うんですけどちょうどその時にスターウォーズが映画公開されててそれとボードッキングしてすごい人気が出たんですよね <laughs> スターウォーズの最初の頃かで今でもねんぼうさんの心の中にそんな系残ってるってことは強でしたよなんか大成功ですよね,すね、ままあ、小さな声でしか言わないけどさ意味不明なんだもん <laughs> <laughs> <う>誰が考えたんですか、ね、<laughs> あれはまあなんか父がやっぱり、はい 20世紀未来言ったらもう宇宙やということでインパクトは誰にも負けないそろそろありますのでインパクトありますね。今でも昔の懐かしい M みたいなのでは絶対出てきますねそうなんです地方に。家帰ってね仕事終わって家帰ってテレビつけると夜遅いじゃないですかそうするとね地望を宇宙船飛んでくるんですよ。 <laughs> なんじゃこりゃっていう <laughs> なんじゃゃこりゃっていう <laughs> そういうのがあったんですが,それがテコのて実はお好み焼きの CM だったとい、ね、すいませんあれですかその頃に比べるとだいぶ会社大きくなったんですかねそうですねもう、うん、あのどん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 あの全国進出したりだとか海外にも行ったりだとかということでおかげさまで今年で50周年なんですけど。 あ、ええ、そうですか。お<ー>めでとうございます。あ、りがとうございます。ああ、ああ、ああ、五十周年ということは、阪大阪万博のああ直後ぐらいですかね。そうです。七十三年創業ですね。はい。そうですか。ええ、いや、それでね、だからさっき、ま、今週先週のニュースになってるんですけど、あのうん、万博の入場料金がえええー、多分七千五百円ぐらいになるんじゃないのって発表がこの間ありましたよね。ええ、そうですね。ああいうニュースは、うん えー、7500円っていうと、まあ、大阪万博の時の入場料金に比べると10倍以上違う感じですかです大阪万博が800円だったんですね、うん、大人の入場料ですから約10倍ですねどうなんですかやっぱりあの外食の値段ってそのぐらい上がってるんですか10倍ぐらいいい10倍どころかまあせいぜい45倍じゃないですか多分物の、ね、食べ物の値段なんていうのははいああそうすると いやあの万博入場料金7,500円みたいなニュースを聞くと。 ちょっとうちの方もあげてくれやとかそうですねよく言うんですけど例えばゴルフ場のランチって結構みし,しますよねゴルフ場のランチまあそうですね2000円ぐらいはしますかね、えー、あのきつねうどん多分ん1800円で2000円とかするんですけど、えーあまあ、まあまあそうですねそのぐらいしますねでも街に出てですね1800円のきつねうどん出しても絶対売れないですよね,そうですねまだワンコインの弁当だったりでもねハワイだったらそのぐらいします、ね、あそうですねえ 今あの海外でうどん食うと2,000ぐらいしますよねそ,そんな高いんですねもう,もう,もうまあまあ今円安なんで,で、ね、特になんですけど海外で外食すると昼飯で3,000から5,000ぐらいは1人<ー> 1> 晩飯なんかやっぱり1万円ぐらい平気でいきますよねですから海外で行行くと日本がどれだけ安いかっていうのが分かるわけですよねむちゃくちゃ安いですよあ,あの値段的には。あのただ それをだって我々としてはあげたいんですけれどもあげてしまうとお客様がやっぱりなかなかねえなくなってしまうそうなんですよちょっと安すぎるんじゃないかなと思う協会としては思いますけれども。はい、どうなんですか協会ということはつまりあのお立場としてはあのご自身の会社のトップとそれから協会の 幹部としての2つ顔があるじゃないですか、どういうふうにバランス取ってらっしゃいやもうそれはなかなか区別することはできないので、今はやっぱり教会の仕事が多いので、教会の立場として発言することが多いですけれども、本音で言うとというのは結構ありますね、例えば大阪ってイコールこんなもんって言われますけど、教会の立場からすると、それやめてくれと、大阪イコールこんなもんじゃないんだと、もっとお値打ちのいいものがたくさんあるんだと、美味しいものが。 って思いますけど本音で言えばそりゃ粉もんやろ複雑 <laughs> <laughs> ですね <laughs> そりゃ粉もんですよね粉もん決まってるないかって思いますけど <laughs> <ら>それは言えないです大阪は粉もんに決まってるないかいと思うけれども <laughs> フグヤの人はフグヤって言うしね,うねあと大阪ハモですかあと何がありますかね,ね大阪チリハモ 串カツもうどんもやっぱりいろいろ串カツって粉もんですかこのもですけども、うん、まあでもやっぱりそれぞれ大阪ってやっぱりあの知恵と工夫で美味しいものをお値打ちに食べれたっていうのが昔からあったんだと思うんですけどはいまあ昔からやっぱね「ええ、今日の木倒れ大阪の食い倒れ」言うてね、うんええ、まさに食い倒れなんですよう 言葉通じてますか。わかります。あ、大丈夫。フィーかもあります。ああ、まさにそれですね。それですね。大阪南のね、ええ、まあシンボルだったりなんかしますけれども、そうですか。工藤さん。はい。お好み焼きですよ。私大好きですお好み焼き。あ、ありがとうございます。あ、僕も大好きです。あ、ありがとうございます。 これなんか遅れですたら別に。鉄板の用意がしたいとか、そういうことではなさそうですね。<laughs> 本当にありがとうございます。万博を機に。さらに、あの、大阪のコラモンが世界に届くようになったらいいですよね。夢ですね。本当世界中の人にお好み焼き食べていただきたいですね。そうですね。はい、もう、そうですよ。だから海外でがっつり設けてね。 その分あの国内で安してもらおうか <laughs> それがまあねお客さんとしてありがたいですけど <laughs> ありがとうございました、はい、ありがとうございました二週にわたってお話を伺いました地方ホールディングス代表取締役社長で大阪外食産業協会会長の中井幹事さんでしたありがとうございましたすっかりお好み焼きの口になりましたな なりました。もう今今日夜ご飯お好み焼きにしようかなっていうぐらい。あのお好み焼きね、あのソースのお好み焼きも素敵だけれども、私ねあの醤油味のねネギ焼きみたいなやつもね割と好きなんです。私基本的にネギ好きなんですね。しっかりしてて<う>美味しいですよね。いいねどっちしようかな。<laughs> どっちでもいいですね。辛坊治郎の万博ラジオここまでのお相手は辛坊治郎と。ABC アナウンサーの福藤家でした。また来週。